いかがでしょうか、よろしいでしょうか。おめでとうございます。ではこのような素晴らしいベストマザーという賞をいただいて本当に恐縮しているとともにとても嬉しく思っております。そして現在私は2人目となる第2子を妊娠しております。この2子を妊娠しているタイミングでこのような素晴らしい賞を受賞させていただいたことにとても感謝をしています。で、私がこうやって仕事をしながら育児そして妊娠ができるのも本当に周りの人の助けとそして周りの人の理解がとても必要でした。今日はその方たちに感謝をしてこの素敵な賞をいただきたいと思います。お二人目は今何ヶ月、もう6ヶ月でもうすぐ7ヶ月に入るんですけれども、8月の下旬に出産予定です。もうどちらかは分かりますか。そうですね、まだ、はっきりとは分かってないんですけれども、一番上1人目が男の子なので、どちらでもいいかなと思ってます。名前とか予防を考えたりとかするんですか。そうですね、ただやっぱり、顔を見てから決めたいなっていうのはあるので、でもやっぱり2人目ってあっという間に過ぎるんだなって、子育てと仕事ともう妊娠ってなんかもう忘れちゃって、そういえば今何ヶ月だっけっていうような感じぐらいになってます。はい。